こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ハッセルブラッド用のレンズ、カールザイス、ディスタゴンの 60mm CFI レンズになりますね。はい、はい、ご覧の通りですね、ディスタゴンの 60mm、縁が 3.5 と、もちろんティスターコーティングですね。でもってですね、型がこの CFI レンズになってますね。まあ、CF レンズと、まあ、何が違うかというとですね、まあ、コーティングがもちろんのことですね、内部の反射をですね、かなり CF レンズよりも抑えてですね、画質を向上させて、あとはですね、まあ、見た目もかなり変わってますね。この絞りリングとか、このフォーカシングリングですね、のこのゴムリングがですね、かなりこの操作性がしやすくなってますね。それにこのピントのトルクもかなりですね、軽くなってまして、まあ、取り回しがしやすくなったというふうになってますね。はい。ということで、まあ、外観から見ていきます。外観はご覧の通りですね、まあ、比較的新しいレンズですので、まあ、ほぼほぼ使用感などは感じられないですね。まあ、丁寧に扱っておられていたのと、比較的新しいレンズのために、まあ、ほぼほぼ傷もないですね。はい、落として落下してですね、まあ、歪んだり傷がついたり、強くどこかにぶつけたりしたような、すれ当たりへこみは全く見当たらないですね。はい、ゴムの劣化とかももちろんないですし、文字切れ共同の傷全くないですね。この塗装の劣化も全くありません。はい、マウント部分も非常に綺麗ですね。はい、レンズももちろんですね、前玉、後ろ玉ともにですね、擦れ傷、引っかき傷、どっかにぶつけた傷や、コーティングの剥離、穴など全く見えませんね。はい、レンズ内部にも曇りカビ、バルサム切れ、ホコリチンの混入も見えませんで、大変綺麗な状態のレンズです。はい、まあですね、新品同様とは言いませんけれども、まあ、全く障害やですね、何かこう使用感のある感じはしませんので、まあ、気持ちよくお使いいただいていいと思いますね。はい、おしぼりなどの内部の機構も全く問題ないですね。この動きも、まあ、泣きがあったりとかですね、動きが悪かったりとかですね、しませんね。はい、ということで CF レンズ以降はですね、まあ、ほぼほぼシャッターもまた壊れないんですけれども、まあ、ほぼ壊れないんですけれども一応チェックしていきたいと思います。はい、はい、じゃあ低速の1秒から見ていきますね。1秒、いいですね。2分の1秒、続いて4分の1秒、いいですね。はい、低速シャッター、全くシャッターの粘りとかないですね。中速の60分の1秒 も、はい、もう全く問題ないですね。最後に、高速の500分の1秒、はい、こちらもきっちりと切れております。はい、でもってですね、このシャッターチャージも重くなったりとかですね、ガリガリ感があったりとか、操作のしにくさは全くありませんね。でもって、ボディとの脱着にも全く問題なしという感じです。ちょっと申し忘れていました。すいません。ですね、レンズの、この後ろレンズのですね、このほぼ中央にですね、ヘアラインのような、こうすると見えますね。一本。このレンズの内側なんですよね。スレがピッと入っております。これは画質には全く影響はないんですけれども、一応ご留意いただければと思いますね。はい。付属品がこの、前後キャップです。はい。ということで、大変綺麗な状態のハッセルブラッド用のレンズ、カールザイス、ディスタゴンの 60mm CFI レンズになります。
ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。